左はもうちょっと聞きたい。竹田がとか。もうハタシン、プテミアで終わりそうじゃん。ハタサゴツロ、セリフです。ハタサゴツロ。アンネロプテエレキニンネン。プテ切りに行くか。じゃあ行きますかね。はい。お願いします。お願いします。霊界で誰か見てた。クルメイト。リバオジ。フルっぽいな、オラフ君。ガミさん、アーカイブ脇でシャワーの方に行ってると思ってる。オラフ君しろ。オラフ君しろ。フルシロ。アルマ君、キッチン脇で初手多分バーガータスクの方に行ってるわ。ほう。じゃあネロちゃん、アーカイブは間違いない。僕はアーカイブです、最後。藤目って今どこにいる？オラフ君と一緒に貨物とラウンジの間ぐらい。はい、白出せます、僕からも。オラフ君が最後にさ、配電盤前からさ、配線の前まで行くの、俺もアーカイブ脇で、藤宮、名屋、オラフの順でラウンジに入ってるんだけど、はいはいはい、俺、貨物の給油タスクをやって、停電だったら戻ったら、オラフ君が配電盤前から貨物の配線のとこに行くのが見えて、うん、最後の動きは合ってる。浮いてます。通信室のダウンロードです。エンジン脇で竹雄さんと一緒。おう、そうだ。なんか竹雄さんとかめっちゃ早かったけど。うん。プテもアーカイブ脇じゃなかったっけ？そうだよ、アーカイブで本。これどっちで詰めるんですか？一旦左はもうちょっと聞きたい。竹田がとか。高田ミーティング。うん。多分隠しろ出ると思うな。あ、大丈夫だと思うけど。高ネロは多分おたけから隠しろが出るかなって感じます。まあ死人隠し、その二郎での死人隠し以外にないから。いやでもアルマはキッチン脇。キッチン脇で。僕停電も直してるんで展望で大丈夫で。で、僕今ヌーン乗ったところなんで僕も。まあ基本おたけもかなりむずそう。うん、ちょっと視界内に映ってないけど、うん、相当トリッキーなことしないと。そう、右は絶対間に合わない、うん、とりあえず絶対。だから上行ってるように見えてるんで。たけまでは大丈夫かな。ま、かなりむずい。さんと俺のこと見えてます？うん、俺ミーティング上がって、あ、見えてないな。あ、でも机の下ぐらいまで行ってるから。まあ、確かに下側とか、うん、そもそもそう、はい、いないから巻きで。もう果たしにプテミアで終わりそうじゃん。いや、俺は無理じゃない。まあまあまあ、アーカイブ脇が名屋、藤宮、オラフ、ガミ、プテアシの5人かなんかで、藤宮、名屋、オラフの順でラウンジ方向に行って、はい、ガミさんは下の方に行くのが見えて、プテも下の方に行くのが見えてるから。あ、下の方に見えてるっていうの？僕最初の方上だったから。まあだから普通に本タスクするために下にちょっと降りてやる。あ、そういうことね。アタサゴツロ、セリフです。アタサゴツロ、オッケー、銀太郎さんまで。マジで？ヌーンの位置だけ見てください。まあメインキッチン弁当、そのガミプテレいけるかどうかだけ話してほしかったけど、まあ僕はまあ竹尾さん白だと、白っていうか運が正しければ大丈夫だと思うんで。あ、そうね、ヌーンが正しければ大丈夫。だい、うん、またシンプテミアで釣れば GG だと思われ。まあミーティング側が二陣外で、高田さんマットの鬼金ポスターとかが、まあ一応レアけっちゃレアけである。実際鬼木はそこにいなくてみたいな。18秒サボ。これはイビルハッカーではなくインポスターが押してます。ほい。ほい。ほい。運は右にあったんで乗ってそう。え？え？左にあったじゃん。え、左にありましたね。え？ん？右によって。え、いやでもそれ どこ脇で見たんですか？宿舎脇？アーカイブ脇で、高田さんと確かに俺は一緒にアーカイブから初号機に入ったんだけど、そのタイミングで高田さんって右にあったっしょ。あ、じゃあメイオラがそれ言うんだったら普通に人外だよ。いや、で最後高田さんってさ、俺目線高田さんが多分バグってね、なんかね空中移動してたんよね。右にあったよ。まあもしかしたら部屋主権限的なのはバグかもしれない。ああ、そうなの。バグかもしれないんでちょっと置いておきましょう。あ、ちなみにそのヌーは最後乗って俺が左に行った。ああ、そうだよね。僕はだったらまあわからんでもない。僕はその空中移動が
言われるか。まあ一旦高橋さん多分俺目線だと見えないヌーンに乗って高橋さんが左に行ってるんだ、ね、うんうん、あじゃあ多分そういうことだ。マジでやばかった。いやマジでやばかった。まあ基本慎太郎プテの次にメイヤさんかなっていう釣り位置もね。おい、うん、メイヤさんはまあ優先度は低い。えこれ昨日も言ったけどガミプテってメインキッチンイベントはお互い使えない人でいいの？えガミさん死んでるよ。あ死んでるの？ガミさんが死んでる。あごめんごめん。じゃあプテハさんが使えるかどうか。僕はまあ一応アーカイブずっとだからガンダなら使えるけど、僕は最初本取って上、本取って上、本取って左下っていうルートだから、なんかその下に行ったって皆さんに一回言われたから、え何って思ったんだけど、まあどういうことです。まあまあまたそこ一応僕は怖かったって感じ。ロラはね、なんかそれを確認してからだったらよかったんだけど、うん、まあでも容疑者多分そこの4人だから、まあ、けはする、まあ、結局釣り順どうするか問題で、まあそうだけど、うん、そうか。まあなら写真プテでもありそう。わかる。で結局ヌーン問題はいいんですか？それでヌーンは大丈夫だと思うよ。ね、だから高田さんの部屋だから多分鬼木が多分そういうことだタイミングで高田さんの方には反映されてたけどっていう感じ、うん、あそうね、まあ、かなりギリだったからね。もうまあ手先が直してるから僕のマットメイトがないんでまあじゃあ畑さんインポスターで落ちたあれにするしかないのか。すごいね。なんでロプテエレキにいんねん。プテはいいとしても、プテ切りに行くか。おナイス。ういうい、一応込め直しました。あーそうなんだ。マットでもない。アプテ釣りで。はい。はい。終わんねえのかな。終わんなかったらガシきついな。終わりそうな投票。さすがにね。エロちゃんマットか。いやどっちだろうこのリアクション。どっちもある。これリセマラショテダブル。リセマラショテダブル。ダメだとまた。ヌーンはバグっすね、あれ。いや、マジでね、高田さんがね、いや、そう、高田さんそう歩いてた。まだ部屋主だけが。ヌーンいいじゃねえかよと思って、ヌーンないっすねとか思ってたら、なんか高田さんが空歩いてた。見えない床を。右あったじゃんと思って、見たじゃんと思った。人が自ら伝説作った。いいじゃねえかよと思いながら。なければ、それはいい。気になったんですけど、うん、今オラフ君登録者を見さっき、ね、あの見に行ったら53万人だったんですよ。はいはいはい、おすごい。で高田村の、うん、あの多分僕たちだ、例えば慎太郎とプテとかはあの登録者ちょっとかぶってると思うんですよね。まあそうだね、その2人してるみたいな、やっぱ二郎札とかやってたから、うん、そんな感じでその、はいはい、登録者かぶりとかをの人は除いた場合、高田村合計全員で戦ってもオラフ君の登録者の方が勝てるわけないでしょ。勝てないよね多分ね。いやオラフさんと僕らだって3000人くらいは被ってるかもしれないじゃないですか。まあでもオラフ君はオラフ君でね、ドズルさんと被ってるから。あそうこれはダメよ。いいねそれ。どういうオラ対比か。ダメですよそれは。余計必要なら。なんで戦おうとしたの。ねえ。ちょっと対等な立場じゃないですから。